こんにちは。ということで本日はですね、はい、平塚にあります、レモンガススタジアムに、あ、出た、はい、来ているということで、久しぶりに来たね。ここ久々に来たね。早坂くんとの、そうだ、天皇杯予選だ。はい、このゲスト以来ですか。うん、それ以来だね。感動ドキュメンタリー大作、超大作が生まれたこの地にね、前戻っ、ほら、うるさかったかな。5時だ。え、5時の音かね。いや、5時半だと思う。5時半の音か。そろそろ夕暮れですよ、みたいな。これ、多分、平塚出身の子供たちは、すごい脳裏に焼き付くんだろうね。あ、これがもう遊びの終わりの合図だな。そうだね。でも聞くとなんか懐かしいんだろうね。はい。ってことで、今日は何ですか。今日はですね、早起き大学サッカー部、こと、畑の、応援に来たと。あ、天皇杯か。天皇杯、今日は2回戦ということで、北海道の B トップとベルマーレが、対戦すると。え、じゃあ J1 VS 畑。おー、すげえ。 B トップはね、去年ぐらいかな、急にこうなんか名乗りを上げてきた、ほう、まあ超強豪チームダークホース、はい、みたいで、え、今日行くことは畑くん知ってる？あの、行けたら行くねぐらいは、あ、そうなんだ、言っといて、さっきあの畑に LINE 送ったんですよ、うん、今日ですね、はい、まっすーと応援行くから頑張ってとコメントしたんですけど、既読がついてないですね。緊張してるんでしょうね。まあ結構試合前意外と忙しいですからね、うん、でも LINE の画面は見ますもんね、一回は。あ、見るんで、多分シュッてやってシュッて引いて。我々グルメチャンネルなんでね。そうですね、はい、天皇杯の会場でどんなグルメが売られているか、うん、あ、それを実際に検証していこうと、うん、いうことでございますね。その裏で、はい、サッカーの試合がなんかやってたらちょっと覗こうかなみたいな。そうですね、はい、いうことでね、はい、正面漏れるんで行きましょう。あ、それは行こう。とりあえずチェックインじゃなくてスタジアムに入りたいんですけど。ホテルじゃねえわ。私の膀胱が限界ということで、ちょっとトイレまで、 あれか、ありました、はい、限界ダー公園。はい、ということで、はい、ガラナ買いました、ね、おー、ガラナだけ、はい、あ、じゃないですね、あとシュラスコ、あ、シュラスコね、はい、シュラスコでなんかソーセージとかお肉の盛り合わせを買いました。私も、はい、ガラナと、あのジャイラーの方に、はい、ケバブを2ついただきました。いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。結構ね、キッチンが並んでて、うん、だいぶ時間余裕持ってたんだけど、うん、畑のアップが始まっちゃってる、ね、そうだね、もう多分声聞こえてるね、はい、まあでもね、うん、我々メイングルメなんで、はい、まあ焦らず行こうかな、そうだね。はい、いうふうに思います。はい、レモンガススタジアム平塚です。いい、おお、畑着きました。いや、畑がねアップしてますけど、うん、だいぶ仕上がってますよ。めちゃくちゃ見やすいね、しかも、うん、一番いいんじゃない。あとベルマーレの練習着がちょっとレアルっぽく、いや、そうなの、見えるっていう、いや、マジで、あのオーラやばいよね。オーラすごい。そういう時アジサイっぽくていいね。あ、そういうことね。逆に B トップはすごい北海道感あるよね。ね、もうほんと白くて、うん、あのロゴのさ、かっこいいよね、チーム。本当だ。あの P の左とか B の左の棒を抜くあたりがね。ああ、縦棒ね。やっぱセンスあるよね。畑くんです。ほら、今日ね、気温的にもサッカー日和だよね。いいね。畑ね、今早起き大学サッカー部じゃないですよ。大学卒業したんで。そうだ。早起き同リーガ、畑ですからね。HATAKE、畑。ああ。いや、軽やかだよ全体。ハンドキック。いや。いや、畑絶対今日ね、早起きしてないから。何時起き？今日はさすがにね、あ、でも朝多分散歩あんのよ、うん、だからまあ8時とかに起きて朝飯、うん、散歩して朝飯食べて1回寝てると思う。あ、そういうこと、うん、どう畑？1回寝たん？どうなん？今日はさすがに早起きしないやろ。何言ったら早起きは行かれてるぜ。ということで、これやばいね。うわ、美味しすぎてピントが合わないよ。これはちょっとエロいね。いや、ブラジルが詰まってるよこれ。実写版ブラジルだね。ピント合わせよこれ。あったあったあった。うわ、意外と効果だねこれね。あるね、うん、さあ、ベルマーレの選手紹介が行われてますが、はい、我々はシュラスコに夢中ということで、こちら盛り合わせございます。うわー、ビートピント朝日山亮。おはよう。いや、畑のこととかどうでもいいね。目の前のシュラスコで今たまんないんだから。たまんないんだから。チキンファーストの俺、詳細に値する。チキンファースト。うまい。うまい。クソうまい。これコスパいいよね。コスパいい。うん、しかもケバブもあるから。ね。これを、うん、ガラナで流し込むと。最高じゃないですか。はい、いただいたケバブをいただきます。
頑張れ畑、今俺たち手振ってるぞ。なんか突然入ってくるんだね。そんな前振りなかったね。ああ、ユニフォームピンクじゃない？ピンク。ちょっと意識してる？いややっぱさ、こういう舞台でさ、あの畑見られるのってさ、本当にいいね。ケバブ食うなって途中で、途中でケバブ食うなって。うめえ。これでよね。頑張れー。テープ食べちゃった。テープ。ということでキックオフです。頑張れ。そんなことない、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 気抜いていいっすか、気抜いていいよ。あのちゃんと試合してください、ちゃんとしてください、ね、はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でした。ビートップ VS 湘南ベルマーレ、ベルマーレ6対1と、やっぱプロってすごいね。いや、プロはすごいよ。あー、J1 ってすごいわ。あー、まあ、あのビートップの選手本当にクオリティ高かったですけど、やっぱそれを上回るクオリティがやっぱね、ベルマーレの選手にありましたね。タケル対ビートップやりたいね。やりたい、いつかね。うん、うん、それがですね、なんと、うん、全国社会人選手権、お、全社予選を、はい、勝ち抜いて、まあ、お互い勝ち抜けば、うん、やるチャンスがあるんで、お、もしかしたら畑対ジャイアントっていうのもそれは激アツだあるかもしれないんでね。まあ全社2回勝たないといけないのか、まずそう、まず2回勝って全国に、うん、まず出なきゃいけないということで、だから畑とやるかもしれないんだよ。わかる？わかる？この暑さが、暑さが畑が頑張ってる姿に元気をもらったんで、明日からの生活、仕事、勉強ね、サッカーにしっかりと頑張っていきましょうね。はい、そうですね。はい、私たちも頑張っていこうと思います。はい、と、はい、いうことでチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあ、畑、詳細にあったりします。